こんにちは、突然ライダーです。今日はいつも大変お世話になっているホンダドリーム福島富野に来ております。実はあるバイクを試乗をさせていただけることになりました。そのバイクはこちらだ。レブル 1100DCT モデル、カラーリングはガンメタルブラックメタリックです。早速外観を見ていきましょう。どうですか、このオールブラックアウトされたデザイン。エレガントでありながらスポーティーさも兼ね揃えています。このブラックアウトされたデザインが足元を引き締めていますね。エンジンは水冷直列2気筒エンジン、排気量は 1082cc となっております。なんとアフリカツインのエンジンと同じですよ。これはすごい。1100と言いながらもコンパクトに仕上げられています。全長が 2240mm となっており、レベル250と比べると35mm しか変わっていないんですよ。夢が詰まっていますね。それでは足つきチェックをしていきたいと思います。サイドスタンドからの引き起こしですが、随分と軽いですね。1100とは思えません。それでは足つきの方は、突然ライダーは身長が 171cm、 体重 83kg ですが、シート高が 700mm となっているので、膝が曲がった状態でもべったりと地面に足がつきます。それではライディングポジションを確かめてみましょう。座骨支持でアップライトな姿勢ですが、やはりステップ位置が高い印象を受けます。クルーザーモデルということもあり、ハンドルの位置が前方にあり、少し遠いような感じがします。それでは早速試乗してみましょう。レブル1100 2気筒エンジンのサウンドはこのようになっています。メーターパネルは反転液晶を採用しているので、とても見やすいです。左側のこちらのボタンがセレクトボタンです。こちらのボタンを押してライディングモードを選択できます。走行モードはスポーツ、スタンダード、レイン、ユーザーの4つのモードを選択することができます。ユーザーモードではトルク、トラクションコントロール、エンジンブレーキが自分好みにカスタマイズできるそうです。それでは早速走ってみましょう。現在ちょっとしたワインディングロードをスタンダードモードで走行しております。こちらは DCT モデルとなっておりますが、やはりデュアルクラッチ、2組のクラッチが偶数と奇数に分かれたギアを絶妙なタイミングでつないでくれるので、とても乗り心地が良く、こういったワインディングでも楽しく走行することができます。それから 1100cc もあるということで、とてもパワフルで力強い吹け上がりを体感することができますね。こういったカーブも中心移動するだけでセルフステアリングが効き、とてもコーナーを回りやすい印象を受けます。それから乗り心地については、やはりクルーザーということもあり鼓動感を感じますが、ライダーシートがしっかりとしていることで、お尻が包み込まれるようなシートとなっており、さほど気になるような鼓動感は感じません。さて、この辺りで U ターンしたいと思います。桜が綺麗ですね。少し見ていきましょう。なるほど、低速での旋回もハンドリングが軽いですね。主要スペックはこちらになります。ご参照ください。それでは先ほどより詳しくレベル1100のサウンドを確認してみましょう。重みがあり上質なサウンドとなっております。ヘッドライトはこのようになっております。ホンダ車ならではのポジショニングライト、かっこいいですね。遠目の状態はこのようになっております。すべての LED が点灯します。それではエンジンを見ていきましょう。こちらにデュアルクラッチトランスミッションのロンが入っております。さすがに 1100cc もあり、エンジンも張り出ていますが、こちらにあるガードのおかげでステップに安定して足を乗せることができます。やはり間近で見ると迫力がありますね。密なエンジン、かっこいいです。燃料タンクはよく見ると数トンになっていて、深みのある造形となっております。それでは反対側を見てみましょう。キーの差し込み口はこちらにあります。右側ほどではありませんが、こちら側もエンジンがはみ出していますね。しかしガードがついているので足元は安定します。前後ホイールはシャープなデザインとなっており、スポーティーさを感じさせる Y 字型のスポークとなっております。このホイール、かっこいいですね。フレームはヘッドから後輪にかけて流れるようなラインとなっており、美しさを感じます。ここで注目するのはフロントフォークですかね。ダークネイビーカラーの酸化チタンコートを施した作りとなっており、とても高価さを感じます。現在スポーツモードで走行しております。やはりスポーツモードですと低いギアに設定し、なおかつ高回転を積極的に使用するので、やはり加速ありますね。ワインディングや高速道路の合流、追い越しなどに重宝します。ライディングモードはこのスポーツモードとスタンダードモード、レインモード、ユーザーモードとありますが、様々なシーンに合わせて好みのライディングモードを手元のスイッチで簡単にできるのはとても便利ですね。こういった一時停止や信号で止まる際も重心位置が低いので、とても安定して止まることができます。それでは冒頭で説明していなかったので、右側のボタンについて説明していきます。こちらのボタンではニュートラとドライブ、それからマニュアルモードを設定することができます。このボタンはキルスイッチとエンジンスタート、こちらはクルーズコントロールとなっており、豪華な装備が満載となっております。現在再びスタンダードモードで走行しております。このスタンダードモードは市街地やクルージングでは高めのギアを選択し、加速時には必要に応じて自動的に低めのギアを設定してくれるので、とても扱いやすく乗り心地が良いモードとなっております。現在速度は50キロで5速となっております。やはり走っていると変速のタイミングがギクシャクなくスムーズにコントロールしてくれるので、不快感は全くありませんね。突然ライダーも2020年モデルのゴールドウィングツアー DCT に乗っておりますが、やはりクルージングでは爽快感を感じます。マニュアル車を乗っている方は抵抗感があると思いますが、一度試乗していただけるとこの DCT の良さがわかると思います。まあ一つ気になるところは良いことなんですが、自分の思っているシフトのタイミングにあまりにもシフトチェンジが絶妙すぎて、初めは気持ち悪さを感じるかもしれません。それからこのレベル 1100DCT モデルは豪華装備となっており、アクセルはスロットオブバイワイヤー、トラクションコントロール、 ABS、 それからクルーズコントロール、グリップヒーター、パーキングブレーキ、電子制御でのさまざまなライディングモード、それからライダーの座面下に USB ポート ETC2.0 が標準装備となっております。しかもアフリカツインと同じエンジンがついて、お値段はなんと DCT モデルで税込121万1000円。とてもお手軽な価格となっております。タイプこそ違いますが、アフリカツインは税込172万7000円ですよ。初めてレベル1100の値段を聞いた時にびっくりしました。この動画を見て試乗や購入で迷われている方は、ぜひ福島県の近郊であればホンダドリーム福島富山店に足を運んでみてください。親切丁寧で頼りがいのあるスタッフが皆様を心よりお待ちしております。きっとお気に入りの1台が見つかると思いますよ。今回の動画はここまでです。以上、ホンダレベル 1100DCT モデルの試乗動画でした。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価やコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。